エーザイは7日、レイ・バイオジェンと共同開発したアルツハイマー病治療薬について、米当局から医薬品としての使用を許可する迅速承認を得たと発表した。高齢化は世界で進み、内藤春夫最高経営責任者 CEO は、新薬の対象患者は2030年に約250万人に上ると予想する。エーザイは米国に続き日本や欧州、中国でも申請する方針で23年度中の承認取得を目指す。米食品医薬品局 FDA は6日、両社が開発した新エクレカネマブを迅速承認した。新薬は早期アルツハイマー病患者が対象で、原因物質の一つとされるタンパク質アミロイド β を脳内から除去する効果が評価された。内藤氏は、米国では今後3年で10万人が対象となり、かなりのシェアを取れると語った。さらに、中国やインドなどを含め、30年に世界で250万人の患者が対象になると予想。今後の販売拡大に意欲を示した。世界の認知症患者は5000万人強とされ、30年に約8000万人まで増える見通し。認知症の6割強を占めるアルツハイマー病は、症状が進むと脳が萎縮し、記憶や思考能力が失われ、最終的に日常生活が困難になる。レカネマブは最終段階の治験で、アルツハイマー病患者の症状悪化スピードを 27% 緩やかにする効果を証明。年間薬剤費は$26,500約350万円と、アデュカヌマブの当初価格の半分以下に抑えた。新薬が普及すると医療や介護費用などの削減につながるとして、内藤氏は米国だけで数百億ドル数兆円相当の社会的価値があると語る。米国では23日の週までに発売予定だ。今回の迅速承認は特例措置にあたるため、エーザイなどは完全承認に向けて新薬データを当局に申請。23年後半までに高齢者向け公的医療保険メディケアの適用を目指す。メディケア加入者の実質的な自己負担額は1日あたり数ドルから 14.5 ドルと推定する。内藤氏は日本で1日も早く申請すると強調した。欧州や中国でも早期の実用化を目指す。発売後、2年目後半から3年目にかけての利益貢献を見込む。課題もある。レカネマブの投与対象は軽度の認知障害患者に限られ、症状が悪化すると使えない。このため、薬が使える患者かどうかを確認するため、脳内のアミロイド β の蓄積量を事前に陽電子放出断層撮影ペトや脳脊髄液 CSF といった検査で調べる必要がある。ペト検査には数十万円かかり、 CSF は麻酔をかけるため身体への負担が大きい。少量の血液からアミロイド β の蓄積を調べる。検査技術の開発も進むが、実用化には時間がかかる。東京大学の岩坪武史教授は、新薬は稀に重篤な脳出血などのリスクがあり、普及にはしっかり診断できる専門医や施設が必要だと指摘する。アルツハイマー病をめぐる新薬の開発競争は激化している。足元では140以上の治験が進行中だ。特に米イーライリリーはレカネマブと同じアミロイド β を除去する仕組みの新薬を開発する。途中段階の治験ではレカネマブを上回る有効性を示し、実用化されればレカネマブの強力なライバルとなる可能性がある。ご視聴いただき誠にありがとうございます。動画は毎日更新しております。
皆様のお役に少しでも立てれば幸いです。本日が皆様にとって、より良い一日であればと、心より願っております。チャンネル登録を、よろしくお願いいたします。